おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭ガ人です。本日の提供は、7月3日のイベント、倫理アライブ1万で、鴨さんが今まで一度も話したことない話をすると聞いて、興奮が止まらず寝れません。ネリリン代表、中野浩一さんの提供です。えー、中野浩一さん、ネリリンさん、大好きです、えー。今日はですね、ちょっとあの、珍しい放送の仕方になるかもしれませんが、挑戦することのメリットと、 挑戦することとのデメリットについいてお伝えしようと思いますえまずはですね、えー、僕のちょうど昨日からの1週間の、えー、これからの1週間のスケジュール、ちょっと読み上げようと思います。えー、6月27日日曜日、草加弘大さんの後、えー、楽園ホールでのキックボクシングの日本チャンピオンのチャレンジの応援に行ってきました。 見事、草加工大さん日本チャンピオン、本当におめでとうございます。28日月曜日12時からカモビズシードチャレンジになります。えー、オンラインサロンカモビズというビジネスのオンラインサロンのメンバーが、えー、僕のコンサルを受けるためのシードにチャレンジをする募集がスタートする月になります。3ヶ月に1回のみんなのチャレンジです。大体いいこれ12時から17時か18時まで5時間6時間ぶっ通しのライブになります。 その後、19時から人間力大学の講演会をやった後、21時30分から、これはカモラクドクメンバー限定のライブをやります。内容は、8月に行う出版業界の革命のプロジェクトについての予告、ミーティングです。 29日火曜日が、新講座、新しい講座を作っております。強み発見セミナーと、それから7月3日の倫理アライブ1万の内容を作る日と、そして夜、スナック西野の撮影に行ってまいります。もう今やることがいっぱいあってですね、頭大混乱なので、西野さんの力を借りたいなと思ってオファーさせていただきました。本当にいつもありがとうございます。6月30日水曜日。 10時30分からサンシャインシティで飲食展示会というですね、飲食業界の方が集まる、まあオンラインも含めてのセミナーがあって、えー、ほとんどの人が飲食店についてのことを話すんですが、僕はチップのセミナーをこちらでチャレンジさせていただきます。チップセミナー公開であるの初ですね。そしてその日の夜18時からはビジネスユーチューバーの学校入学体験講座、新しいチャレンジする人の応援のための講座でございます。 そして7月1日木曜日、いよいよクラウドファンディング、カモファンディングのオープンの日でございます。新しいチャレンジスタートしました。夢に向かってチャレンジする人を応援する人を増やすというコンセプトのクラウドファンディングです。その日僕はお昼に 出版の取り次ぎ会社さんである日版さんとの交渉に行ってきまして、新規講座を開設してくださいというですね、お願いの交渉ごとに行ってまいります。えどうなるかまだわかりませんが、チャレンジいたします。 そして7月1日の夜19時に重大発表といって YouTube と Facebook と Instagram の3、3つのえっとプラットフォームで同時発信のライブ。これも初チャレンジですね。行います。これから鴨頭吉人が行う大きなチャレンジについての発表会になっております。これも初ですね。そして7月2日金曜日。えー 新しくフランチャイズとしてこれから、えっ、ー、と、オープンしていく、カモイングリッシュのコンテンツの作成と、えー、このコンテンツを一緒に、えー、作ってくれている船橋ゆき子さんとの業務提携の契約締結を行います。えー、そして、えっ、ー、と、あ、この日、7月2日の金曜日から、カモノ手線というですね、山手線の53両のうちの1車両、すべて、 鴨頭人の広告になっているというですねもう恐ろしいエネルギーのえ電車が、えー、スタートするのが7月2日の始発から、えー、走ります、えー、その日の夜は19時30分から江ノ島に行って武田総雲さんとの初の YouTube コラボでございますそして最後7月3日土曜日、えー、13時から クラウドファンディング、カモファンディングの公開説明会を始めて、えー、チャレンジいたします、えー。一般の方も使えるようになるのはこの説明会以降になります。そして18時から倫理アライブ1万という今までの倫理法人会の中でもなかった大規模な講演会初チャレンジです。何が伝えたかったか。チャレンジしかしてないということです。 もしくはチャレンジする人を応援することしかやってません。えー、今伝えたものすべて僕の初チャレンジと誰かのチャレンジの機会創出しかやってないってことです。えー、そのことによってメリットとデメリットがやっぱり両方あるなと感じているので、それについて今日はお伝えしようと思います。えー、まずはデメリットからいきますか。チャレンジをすることによるデメリットはですね、 あの、心が落ち着かないです。<laughs> もう自分でね、やってるので、誰のせいにもできないんですけど、もうね、常に頭がずっと動いていて、夜眠れない日があるんですよね。あ、夜眠れないっていうのは、悩んで眠れないんじゃないですよ。悩んでるんじゃなくて、なんかね、いろいろ降ってくるんですよ。あ、これ、もっとこうした方が良くなるとか、新しいの思いついちゃったっていう風に。 で、これはまあまあ、デメリットでありながら、メリットもちょっと内包、えー、されてるんですけど、デメリットってのは眠れなくなるっていうこと。睡眠時間が減ると良くないですよね。でもメリットは、新しいチャレンジをしていると、新しいアイディアって、なんか芋づる式に出てくるんですよ。だから、チャレンジをしてない時には出てこなかったアイディアが、チャレンジをしていると出てくるっていうのは、脳がチャレンジモードになってるんじゃないかなというふうに、今のところ思っております。 まあ,あとはですねあの仁比野さんもこの前オンラインサロンかなで投稿されてたんですけど、まあ、あの河川敷をあ自転車で走っていると家族が子供たちが遊んでる姿を見て微笑んでるのを見て。 ああ僕はいろんなものを手放して生きてるなと <laughs>、いうことを改めて再確認したっていう投稿があって、もう、うーん、うんと大きくえ、記事を読みながらうなずいたんですけど、やっぱりね、トレードオフといって、何かをつかむ。まあ、西野さんで言うと、絵本であったりとかえ、映画であったりとか、まあ、300年後も続くエンターテイメントを生み出すといって、美術館だったりとかもういろんなチャレンジされてますね。最近では、えお母さんを応援したりとかね。 え、ギフテッドの子供たちを応援したりとか、いろんなチャレンジと、チャレンジしてる人の応援をしているので、それを掴むと、あの、日常のゆったりした時間は手放してしまうことになると。全くそうだなと。まあ、僕の場合もね、家族がありがたいことにまだいてくれて、まだっていてくれてるので、あの、ほっこりした時間もなくはないんですけど、家族といるときもやっぱ考えてしまうっていうのはもう病気ですね。はい。そういうデメリットがあります。 えー、ただですね、それを補ってあまりある、やっぱメリットがあるから、チャレンジはやめられないですよね、えー。いっぱいあるんですけど、一番大きなチャレンジしているメリットは、チャレンジしている人に囲まれているっていうことだと思います、えー。僕の周りにはチャレンジしている人ばっかりがいるんですよ。日本チャンピオンになるためにと。 チャレンジしてる人もいるし、ビジネスで成功するために、もうなんなら鴨頭義人に株を持ってもらおうと思ってチャレンジしてる鴨ビズメンバーがいたり、臨、え、時、ー、法人会の方も本当に1万人の講演会なんて無謀すぎるチャレンジをしていたり、えー、クラウドファンディングを僕が立ち上げると言ったら一度もやったことがないのに17人の方が手を挙げてチャレンジをしてくださったり、 えー、鴨の手線という広告を打とうと思ったら広告なんて一度も関わったことのない約8人ぐらいのメンバーが一生懸命広告作りやデザインデザイナーがやったことのないのに初デザインですよ、えー、チャレンジしていたりもう僕の周りは社員も準社員も外部委託の人たちもそしてオンラインサロンメンバーも学びに来てくれる生徒さんも全員チャレンジモード、えー、そんな風にいつもチャレンジする人たちに囲まれている ここんななななな幸せな環境はないなっていいいとううふにに思まます。す。最近になって気づいたことがあります僕は前は YouTube や Twitter などで自分が発信をするとアンチコメントが来るとそれが気になるっていうことがありましたでも最近全く気にならなくなってるんですきっとそれは自分がチャレンジをしていると自分のチャレンジや 誰かのチャレンジにしか意識がいってないんだなっていうふうに思いますえ。これもチャレンジしているものだけが得られる大きなメリットなのかなっていうふうに感じています。それでは今日という一日が皆さんにとって最高な一日になりますように。せーの。いいねあなたはこれからどんなチャレンジしますかどんどんチャレンジしちゃいましょう。